駅ビルあるいはターミナルビルは、鉄道駅の駅舎を大規模化し、商業施設など駅機能以外の機能を持たせた建物のことである。特に日本において発達している。プラットフォーム等に比べ駅の顔として紹介されることが多い。多くの場合、テナントとして、百貨店をはじめとする各種の店舗、企業のオフィス、ホテルなどを入れている。 駅ビルに入居するテナントは、駅の利用者層に応じて様々であり、観光客の利用が多い駅では、駅ビル内に地元商品、土産物を取り揃えた店もある。都心にある、特に大規模な駅ビルでは、仮想会に商業施設、上層会にホテルやオフィスを入居させる例も見られる。建物全体の規模の中で駅舎としての性格が小さくなる場合もあり、駅ビルと、 駅に隣接し、駅と結ばれている、ビルを厳密に区分して定義することは難しい。以下、一般的に、駅ビルとみなされている建物について述べる。戦前からのターミナル駅の例、阪急梅田本店地方駅ビルの例、ペウレチトセ1920年に完成した、阪急電鉄梅田駅の阪急本社ビルディングが、その第一号である。ここでは駅階が百貨店白木屋に貸し出され、 二階が阪急直営の食堂、三階以上が本社事務所となっていた。1925年には改装され、直営の阪急マーケットが営業を始めている。その後、新京阪鉄道天神橋駅の新京阪ビルディング、大阪電気軌動紙本町停留場の大規ビルディングなど、他社も相次いでターミナルビルを建設した。なお1929年まで、 地方鉄道法に基づく鉄道は兼業を禁止されていたが、軌道条例、軌道法に基づく軌道であるため適用されなかった。関東地方では1931年に開業した東武鉄道の浅草雷門駅に松屋が入居したのが初である。こうしたターミナルビルは鉄道会社の増収策であるのみならず、郊外の沿線住民に鉄道を利用し、 百貨店で買い物をしてもらうという相乗効果を狙ったものである。電気鉄道のターミナル駅は既存市街地の外れに位置していたが、こうしたターミナルビルを中心とした商業施設の充実により、第二次世界大戦後には副都心として発展していくことになる。一方、日本国有鉄道では戦後復興の過程で民間の資金を導入し、1階部分を駅施設、 二階以上を民間商業施設などとした民衆駅と呼ばれる駅を建設した。1950年の豊橋駅に始まり、1973年の秋田駅まで66の例がある。また、1971年の法改正で国鉄の出資できる事業範囲が広まったことにより、同年の平塚ステーションビル、1983年の 大阪駅アクティ大阪などが建設された。国鉄民営化後の JR グループも積極的に駅ビルの展開を行っている。また1970年代以降は特に利用者の多い郊外の駅においても駅と商業施設、行政サービス機能などを一体化させた再開発事業が行われている。地方都市においても1971年の 伊予鉄道松山市駅の伊予鉄、祖母のような駅ビルが見られる。駅ビルの中には、その都市を代表するような巨大建築がある。例えば JR の札幌駅、東京駅、名古屋駅のような超高層のビルや、JR 京都駅、博多駅のような巨大建築もある。その一方、地方都市や衛生都市の駅のように2から3階建てのミニ駅ビルと呼ばれる施設もある。 代表的な例としては、JR 東日本のグループ会社である横浜、ステーシオンビルが運営するエキストがある。駅ビルの運営企業は、かつては、私鉄本体、またはその子会社か、国鉄と地元の合弁が多かったが、国鉄民営化後は、JR 本体や、その100%子会社が直接運営に携わる、ケースも増えている。1920年代に、 日本で出現したような駅ビルは当時の欧米にも類例が見られず日本の鉄道建築に特有のものであった。ただし交通機関の結節点である駅近くに商業施設を集中させるというアイデア自体は1830年代のパリにおけるパリ・サンジェルマン鉄道のターミナル駅構想などですでに存在している。また駅車内のホテルについては 欧米の主要ターミナル駅の多くに置かれており、日本においては1970年代頃まで東京ステーションホテルなど少数の例にとどまったのとは対照的である。近年では利用者の利便性の向上や鉄道会社の増収策として、駅内部のショッピングセンターを充実させる試みが行われている。ドイツ鉄道は1997年のライプツヒ、中央駅改装の際に、 駅舎内にショッピング街、プロメナーデンを作っている。実現には至っていないものの、ミュンヘン中央駅の改良計画、ミュンヘン21では、より大規模な駅と商業施設の融合の構想がある。バーゼル SBB 駅南口。上から、スイス連邦鉄道、キーテナントのメディアマルクと、デイルシティのロゴが並んでいた。また、スイス連邦鉄道は、2002年12月から、 レイルシティの全国統一ブランドで、駅ショッピングセンターの開発を進めてきた。その形態は、商業施設主体の駅ビルを新設したもののほか、既存の地下街と旧来の駅舎内の商業施設を一体として、レイル式と呼称するもの、ジュネーブ駅、旧来の駅舎内で、バックヤードの整理縮小により生み出されたスペースを、商業施設としたもの、ローザンの駅、 旧来の駅舎の大部分を取り壊し出札などの駅機能と地下街を一体として整備したものなど様々である。なお、スイス連邦鉄道は10周年となる2012年12月2013年からのレイルシティブランド廃止を発表し、ベルン中央駅、バーゼル SBB 駅、ルゼルン駅、チューリッヒ中央駅及び、 ジュネーブ駅のショッピングセンターについては、2013年10月から2014年夏に、かけ順次、ショッピングバッグを模したロゴに変更されている。駅中、高架下、ワンフロア等の小規模な商業施設及び地下街は、省略。森岡市社、秋田市社、仙台市社、水戸市社、高崎市社、千葉市社、大宮市社、東京市社、八王子市社、横浜市社。 新潟市社長野市社1950から1973年、旧国鉄時代に建設されたステーションビルについては民衆駅も参照。一般的には、駅ビルは改札の外に展開する商業スペースのことを指すのに対して、改札の内側に展開する商業スペースのことは、駅中と呼ぶ。ただし、改札外も駅中と混同して故障する例もある。 合築駅の例、図書館と一体になった目満別駅舎 JR や、私鉄の公式サイト内では、駅ビルと紹介されることがなく駅ビルとは呼ばれないことが多いが、鉄道駅の駅舎に様々な施設が、鉄道駅の施設に合築して使用されているケースが全国に多数ある。例えば、などが該当する。特に近年は、街づくりの一環として、交通の便がよく集客が見込まれる。 鉄道駅舎を地域の交流の場として活用しようと、駅舎を改築するケースも増えている。例えば、島根県安木市にある安木駅は2008年に駅舎を大規模に改築した結果、観光と地元の情報発信をする町の玄関口としての機能を高めて観光客の集客に貢献している。また、富山県船橋村にある越中船橋駅に、 併設された船橋村立図書館は、駅直結というアクセスの良さも手伝って、年間約15万千冊、住民一人当たりの貸し出し冊数は55.8冊と、村民一人当たりに換算した貸し出し冊数が、日本一の図書館となった。この事例は、村内コミュニティの中心的活動基地として、村おこしに大きく貢献した、成功例として高く評価されている。 自治体施設併設駅は2013年3月31日現在 JR 東日本管内だけでも84駅ある。ありがとうございます。